第5章悪霊との対決1霊的知識の充実本章では悪霊とどのように対決するか悪霊による惑わしや憑依という問題をどう切り抜けていくかということについて述べていきたいと思いますまず問題となるのは人々が正確な霊的知識を持っておらず悪霊の正体やそれへの対応策を知らないということです 肉体の病気についててては医者が処方箋ををを作っくくれて薬をくれ薬たり手術をしてくれたりししますしかし心の問題については処方箋を書いてくれる人がなかなかいませんそのため心の苦しみについては各人が自分自身の主治医となり勝手に処方箋を作っていますその結果さまざまな間違いが起きているというのが現状だと言えます本来 宗教家は心の医者として心の病気について処方箋を書かなくてはならない立場にありますしかし現在は悪徳医者がたくさん出て十分な心の治療ができない時代になっていますここで正しい霊的知識を見直す必要がありますそうすることによって精神医学心の医学が進化するのです医学においては臨床治療の前提となる 基礎理論の部分が相当ありますこの部分があるからこそいろいろな患者に対して治療ができるのですところが心の世界においてはこうした基礎理論が十分にできていないことが問題なわけです今日いろいろな宗教がそれぞれ自分のところだけが正しいと言って歯を競っています一般の人にとってはどれを信じるかということだけが問題であって 医学ののようにトータルで見てどれがが最も効果があるのかといった研究はなされていません医学は大きく西洋医学と東洋医学とに分かれそれぞれ効果や効能を探究しているのに心の世界においてはどのような処方箋や治療法がどれだけの効果を上げるかということが明らかになっておらず主観的な物差しはあっても客観的な物差しがないことが問題なのです。 悪霊と対決する場合には、霊的知識の充実が非常に大事です。まず必要なのは、悪霊の正体を知ることです。悪霊というものが漠然といるのではなく、自分自身も悪霊になる可能性を持っている、悪霊とは心の病気にかかっている魂のことである、ということを知らなくてはなりません。つまり、本書の読者の皆さんも、心が病にかかったままで、あの世に帰れば、 悪霊となるる可能性があるのですそれでは心が病にかかるとはどのようなことでしょうかそれは少なくとも幸福感に満ちた状態ではありません何らかの悩みがありしかもそれはマイナスの悩みであることが多いのです人間は自己否定的になったり逆に他人に対する否定的な思いの虜になったりすることがありますがこうした両極端の中にいると たることを知らない欲望、愚痴不平不満、猜疑心、欲求不満、劣等感、自己顕示欲といった悩みを作っていきます。それはちょうど小さなガラス箱に閉じ込められたハエの姿に似ているともいえます。ハエは自分がガラス箱に閉じ込められていることを知らずに、その中をあちこち飛び回っては頭をぶつけます。こうした状況が 悩みのの中にある人間の姿だと言えますし従って自分が悪霊になるかどうかを考えてみるという観点も大事だと思います人生が不幸な場合霊障だから先祖が迷っているからなどと言われることがありますけれども迷う可能性は自分自身にもあることを知らなくてはなりませんこの世とあの世を貫く法則として「類は友を呼ぶ」という法則があります 悪霊が寄ってくるには、それだけの理由があり、その人の心に悪霊を呼び込むだけのものがあるのです。どのような悪霊に取りつかれ、悩まされているかということは、その人の心にどのような誤りがあるかを教えています。その意味では、悪霊は家庭教師だということもできるのです。悪霊がついているならば、その人は、心安らかに生きていない、心穏やかに生きていない。 平和に生きていない、幸福に生きていないと言えます。悪霊がついていることは、自分の心が悟っていないことの証拠なのです。悟りの道にいるためには、他力によって悪霊を取るのではなく、自分自身の心を見つめ、心の中から悪霊を追い出すこと、悪霊となるべきエネルギー要素を取り除くことが必要です。個心の間という言葉があるように、心の中に間があって、 それが外部にあるるを呼び込んでいるのでいのす結局悪霊との対決といっても外部にある悪霊というより自分自身の心との対決なのです明るく爽やかでさっぱりとしてとらわれがなく心が光に満ちているならばその人には悪霊が住みつく場はありません悪霊は寄ってくることができないのですしたがってあの晴天のような境地をどのようにして取り戻すか ということをいち早く考えなければなりませんそれをせずにうじうじしているだけでは心はいつまで立っても晴れないのです悪霊を呼ぶ状態の心はちょうど空に雨雲がかかったようになっています雨雲の上には太陽がさんさんと照り輝いていても雨雲を晴らさなければ光が差してこないように心の中に曇りができて仏の光を遮っているのです まず雨雲を取り除くことが必要ですそのためには自分の心の中にどのような雨雲があるのかということをしっかりと考えてみることですそうすることによって対応策ができてきます心の中の悩みとは結局いつもそのことを考えているいつも心がそこへ行くというものです人間は二つのことを同時には悩めません 悩みが複数あるように見えてもその根の部分は一つであることが多いのです最も鍵となる悩み核となる悩みは一つです核となる悩みとは結局、その人の人生に最もダメージを与えるものですそれと真正面から取り組んでいかなくてはなりません自分を外装そうとしているのはある一つの思いであったり想像であったりするだろうと思います A さんが自分を苦しめているというのは一つの思いあるいは想像ですがそれによって悩みますまた他人の言葉によっても悩みます同じ言葉を聞いても大して気にしない人もいれば5年10年と苦しみを作っていく人もいますこれはどこに問題があるのでしょうかこの点について次の説でさらに話を進めていきましょう 2. 自己革新同じような外的状況が降りかかってきたとしてもそれへの対応は人によって違います例えば同じような悪口を言われてもそれによる反応は人によって様々ですそれを聞き流して全く心に留めない人もいればそれがぐさっと心の奥まで突き刺さりいつまでも抜けなくて苦しみを作る人もいますまた批判を受け止めて 謙虚に反省し、間違っているところは修正し、そうでないところは聞き流していくという態度をとる人もいます。このように、いろいろな人がいますけれども、少なくとも外部からの現象、事象をどう受け止め、受け流していくかが、人生の鍵の部分だと言えます。ここで私は大切なことの一つとして、自己革新を挙げておきたいと思います。自己確信とは、 自分を過信しうぬぼれることではありません自分もまんざら捨てたものではないという何とも言えない自信のことです苦しみや悲しみのさなかにある時人間は自己否定的になって自分がいかに悪人であり罪人であるかといったことを悶々と考えますしかしもっとさばけた目で自分を見ることも大事です自分もそうまんざらではないという見方もあるのです これまでの何十年かの人生を振り返ってみるとあの点が悪いこの点が悪いといろいろあるでしょうしかしまんざらでもなかったという思いもあるはずですそれは自分も仏に愛されていたのだという気持ちですまた自分も誰かのお役に立っていたという確信でもあります自信というものは小さな確信を積み重ねていくことによってできてくるのです 毎日少しずついろいろなことで自分を確認し人のお役に立っている自分というものを見出していくことが大事ですそれなくして本当の意味での自己革新はありません水面に浮かぶ水鳥には羽毛の表面に油がありそれが水をはじいています自己革新は水鳥の羽毛が水をはじくきの油の部分となりますつまりどのような不幸が訪れようとも それが自分の心の奥底を害することがないようにするための油になるのです一例を挙げるならば親や兄弟などといった身近な人の死があったとしてもその死からどれほどのダメージを受けるかは人それぞれなのです十年も嘆き悲しむ人もいるでしょう突然白髪となり病気になる人もいるでしょうしかし淡々と生きる人もいるでしょうそうしたときには 色々とお世話になったことには十分に感謝しながらもこれからは自立していくという気持ちが大事だと私は思います結局は根本において仏を信じているということが大切なのです仏が作られた世界ならば悲しみと見えるものにも何らかの役割や意味があるはずだ仏が私のことを徹底的に外装などと思っておられるはずがない肉しの死によって 私はは一層強くななれるのではないか友人が離反したことによって私はさらに素晴らしい人と出会えるのではないか恋人と別れたといってもやがて私にもっとふさわしい人が出てくるのではないかこのように考えてみることです大切なのは流れていく時間の中で自分を大切にしながら力を蓄えていくことですもがき苦しみ溺れてしまうのではなく 自分を磨いていてくのですその際に最も肝心なのは仏への信仰仏への愛です悩みの渦中にある時には自分には仏への愛があるだろうかということを考えてみてください大抵の人は自己愛の虜になっていますこんなにかわいそうな自分ということを一生懸命に考え他人の同情を得たいと思うのに誰からも同情の声が出ない このの点が問題なのですこうしたときは背筋を伸ばして大空を見上げてみてください悩みのか中にある人悪霊の虜になっている人はたいていしゃがみこんで太陽に背を向け自分の小さな影ばかり見つめているのですそれではいつまでたっても光は見えませんすっくと立ち上がり太陽に向かって大きく背伸びをすることです ここれが仏へのの愛とということなのです。小さな自分ばかり見つめないで仏の方を振り返り感謝の気持ちを抱くことです自分はいかに大きな愛を与えられているか不幸なように見えても時間の流れの中ではそれは大したことではなくむしろ大きな向上への糧となっているのではないだろうかと考えてみるのですどのような試練が来ても そこから教訓を学んでいく姿勢さえ忘れなければ人間は立派になっていくしかないのです不屈の心を持っていれば困難と見えるものが自分を強めることはあっても自分をダメにしてしまうことはありません不当不屈の精神独立不起の精神を持っている人にとっては困難が自分をダメにするということはありえないのです結局何か逆境があれば これは自分を鍛えんとするハンマーであると考えていくことが大事なのです。3反省次に、反省ということに関して述べたいと思います。悪霊との対決は、反省を抜きにしては語れないものがあります。消極的な方法に見えますが、反省は立派な対決方法なのです。それは 悪霊がついている人たちの言動を見てみればよくわかります。彼らに共通しているのは自分には決して責任がないという言い方をすることです。制度が悪かった。会社が悪かった。あの人が自分を害した。こうした家庭に生まれたのが不運だった。田舎に生まれたのが間違いだった。家族や親戚が悪かった。親がもっと高い身長に産んでくれなかったのがいけなかった。このように、 責任を外部に転嫁しようとするのが悪霊の典型的な姿なのでこうした傾向のある人は自分は悪霊に疲れているか悪霊の候補生だと思っていただきたいのです不幸の原因を他に転嫁しようとする気持ちがあった時自分は悪霊の虜になっているのだということを知らなくてはなりませんこうした時に大事なのが反省です反省とは、 自らを顧みるとということです他を責める気持ちが出たときには自らを振り返ってみることが大事なのです。それでは自らをどう振りかえればよいのでしょうかまず他人との不調和が起きた原因は他人にだけではなく自分自身にもあったのではないか自分自身にも何か問題があったのではないかと考えてみることです。そして もし自分自身に間違いがあったことを発見したならばその点を相手に直接詫びるかあるいは心の中で詫びるのですさらには仏に許しを乞いそうした過ちを二度と犯すまいと思うことですこの世に裸で生まれてきた赤ん坊はこの世のことを何も知りませんが長ズルに従って経験を積んでいきますその間さまざまな試行錯誤がありますけれどもそうした試行錯誤の中で どのようなことを学び取っていくかが肝心なのですしたがって絶えず学んでいく姿勢が大事になりますそして学びの方法の一つとして反省があるのです人生には新しい経験が数多くありますその中で自らが間違いを犯したと思えば自分を振り返ってみることが必要なのです反省の方法として伝統的には発祥堂があります 発祥堂にはまず「証券」「正しく見る」「正しい見解」ということがあります。これは自分は人に対して正当な見方をしたか自分自身に対しても正当な見方をしたか第三者の目で見ることができたかなどということです。ともすれば人間は独断と偏見で他人や自分を見がちでありあの人は生まれが悪いからこうなのだあの人は片親なので。 心が歪んでいいいるに違いないあの人は貧乏人だからきっとコンプレックスを持っているに違いないお金持ちは高慢で貧しい人たちから搾取する有名人とはこういうものだなどといった考え方を持ったりしますこのように人間は他人を実っ人ひからげに評価したがります宗教者はこうあるべきだスポーツ選手はこうあるべきだなどというようにこうあるべきだということで 多くの人を簡単に片付けてしまうのですしかしそうした世界に生きている人たちにも実際には様々な人がいますそしてその気持ちは一長一短にわかるものではありません ol には ol の悩みがあり新入社員には新入社員の悩みがありますまた中間管理職にも特有の悩みがあります人にはそれぞれの悩みがあるのです 他人を正しく観察すするのは難しいことです一生かかかってももできないかもしれませんししかし自分はこの人をこう思うけれどももしかすると別の見方別の評価もあるかもしれないという視点を決して忘れないことです自分自身に対しても同じことが言えます皆さんは自分はこのような人間だと思っているでしょうが別の観点から見れば違うかもしれない という視点、そうした可能性の部分は残しておかなくてはなりません。それから正午正しく語るということがあります。悪霊との対決で最も大事なことはこの証拠の実践です。悪霊に疲れると、その影響がまず言葉に表れてきます。人の悪口、愚痴不平不満ばかり言っている人は悪霊にとりつかれていると思って、まず間違いありません。 そうした言葉が出るときにはなぜ出るのかを考えなくてはなりませんそして良い言葉を出すように努力していくことが大切ですそうした努力の中に素晴らしい人生への道があるのですまた発祥堂には「小々人」「正しく道に精進する」ということもあります悪霊はとにかく人間を堕落させたい自分たちと同じ苦しみを味わわせてやりたい といいう気持持ちを持っていますしたがって彼らは向上心を持って努力している人が非常に苦手ですもっとも向上心を持っているのに悪霊に迷わされる人もいますそれは増上慢になりやすい人自己顕示欲を持っている人自分が自分がという気持ちの強い人などですそうした人を悪霊は迷わすことができますしかし 謙虚に自分自身を見つめながら前へ前へと進んでいる人に対しては悪霊はなすすべがなく取り付く島がないというのが現実です柔道や剣道の有段者は礼儀正しく人に対する作法を心得ています力がある人はかえって人に優しく接します自分は剣道六段だから棍棒で人の頭を殴りたい自分は柔道五段だから出会う人を投げてみたい というようよな欲求は起こらないものですところがチンピラのような人や不良学生になると物を投げて壊したり人を殴ったりしますそれでは暴力を振るう学生などにスポーツを本気でやる気があるかといえばありません要するに少々人の姿勢がないのです本当に自分の強さを示したいのならば柔道でも剣道でも空手でもやればよいのですが彼らはやりません 一方そうしたことを正式にやった人は人に対して恩和で優しくなりますここに悪霊とそうでない人との違いがあります正しく道に精進していることはその人を向上させ他を害する気持ちが不思議と出てこなくなるのです発症道でもう一つ大事なのは「少年正しく念ずる」ということです反省では「思いのコントロール」という観点を「うことです 欠かすわけにはいきません。その日一日どのような思いを持っていたかということです。その思いは自分そのものであるといえます。聖者と凡人を分けるのはその思いなのです。一日の中で聖者が考えることは凡人が考えることとは違います。高級書類もそうです。彼らは高い県地、広く豊かで大らかな県地から物事を考えており。 できるだけ多くの人を導きたいといいう気持ちでいますところが凡人は「自分さえ良ければ」という観点から物事を眺めておりその思いは聖者とはずいぶん違うのです人に対するアプローチの仕方でもそうです他の人を良くしようとして接近するのかそれとも外装として接近するのかここにも大きな違いがあります結局 できるだけ多くの人の幸福を考え続けた人がこの世で最も偉い人だと言えるのです一生にわたってどれだけ多くの人の幸福を心から願いそれを実践してきたかここに人間の本当の姿在り方がありますしたがって一日に1回は人間としての自分の思いを点検していただきたいのですまた発祥堂には少子。 正しく思ううとということもあります少子の方の思いは心の中に巨来するもののことです一日のさまざまな出来事の際に心の中によぎった思いをとらえそれを管理することが必要なのです少年の方の思いはこれからどうしていくかという方向性を持ったものです少年においては思いの方向性を間違えないようにし仏の方にどうやって向けていくか という努力が要求されるのですこのように反省を通して人間は偏らない自分というものを発見しますそれはまたいびつでない自分でこぼこのない自分非常に磨きのかかった自分ですこれによってその人には悪霊のつけいる隙がなくなってくるのです悪霊はその人の最も弱いところをせめてきますこれが悪霊の特徴です その人の暗い部分、えぐれている部分、出っ張っている部分を重点的に攻めてくるので、そうした部分を作らないことが大事なのです。その意味において、反省は悪霊に対する最大の防御であると言えます。しかし、反省は最大の防御であると同時に、最大の攻撃でもあります。防御をする過程において出す思いが、悪霊たちの好まないものとなっているからです。 蚊取り線香に蚊が近寄りたがらないように反省をしている人に、悪霊は近寄りたがらないのです。悪霊は蚊のようなものなので、そうした蚊が飛び回り、血を吸おうとしているのを発見したならば、蚊取り線香の煙のように、悪霊が最も嫌うものを出すことが大事です。悪霊が最も嫌うのは、結局、正しい生き方です。正しい生き方に戻るために反省をするのです。 それによって、悪霊を近寄らせないことができます。4. 巧妙思想悪霊との対決方法として次に巧妙思想を挙げておきたいと思います宗教的なことに関わっていると霊的に敏感になりさまざまな霊の触りを受けることがあります悪霊たちの接近を受け体の調子が悪くなったり 頭が重くなったりすることがよくあるのですこの時に大切な対処方法の一つが光明思想ですこれは光によって闇を打ち破っていくという考え方です闇を消そうとしても非常に難しいのですが光を増していこうとする努力の中で闇は自然に消えていくことがあるのです光明思想は真っ暗な部屋の中でその暗闇を消そうとしても消すことはできないが 電灯をつければ闇は消えていくろうそくを1本ともしても周りがまだ闇で覆われているならばろうそくの数を2本3本と増やしていくという考え方なのです夜道でひったくり事件が頻発するときには街灯を増やし道を明るくするという方法がとられますがこれと同じです明るい道だと泥棒が出にくいわけです明るい思想を持ち明るい生き方をしていると 悪いことが近づいてこないという効果があることは、実人生においても経験的に証明されています。皆さんは、ニコニコしている人と、苦虫を噛みつぶしたような人と、どちらに親しみを感じるでしょうか。笑顔の人が醜く見えることがあるでしょうか。どのような人であっても、笑顔は美しく見えます。そうした一つの慈悲の姿として、笑顔というものは与えられているのです。 明るい人を見て嫌だという人がいるでしょうかあの人はあまりにも明るすぎるので嫌だと言っている人は悪霊に疲れている可能性があります普通の人ならば明るい人に接すると気持ちが良く心が爽やかになってくるものですこのように光を強くしていくことによって悪霊を吹き飛ばすという方法があるのです悪霊そのものを取り除いたり重複したりしようとせず 自らの内なる光を強くしていく。つまり、心を明るくし、心から光を発することによって、結果的に悪霊を跳ね飛ばすわけです。個心の間というように、自分の心の中に悪霊を呼び込む暗い部分があるのですから、まずこれを放逐していくことが大切なのです。その暗い部分とは、大抵は不安や不満の感情です。未来への不安、過去への不満が、 結局、悪霊を呼び寄せるる原因となっているのです。しかし過去にはそれほど悪いことばかりがあったのでしょうかいろいろと悩みはあったでしょうがそれはその都度何らかの形で切り抜けてきたのではないでしょうか自分の過去を見て失敗の連続だったという人はものの見方にどこか金星が取れていないところがあります確かに失敗はあったかもしれませんが 人生のすべてが失敗で塗りつぶされてはいないはずですしたがってそれは事実の問題ではなく評価の仕方の問題であり自分自身に対する評価が黒いクレヨンで塗りつぶされているということではないでしょうか巧明思想はこうした黒い評価を金色の評価に変えていく方法の一つです過去いろいろな悲しみや苦しみがあったとしても そこから自分がどれだけ教訓を学び取ったか価値あるものを学び取ったかということが自分の人生を光らせるための非常に良い材料となるのです人間は失敗の中から多くのことを学びますレジソンは電球を発明する前に何百回も失敗したと言われていますしかし巧妙思想を持っていた彼から見ればそれは失敗ではなくこのやり方では成功しないということを実証したにすぎませんでした こうした考え方もあるのですしたがって失敗を単に失敗として片付けるのではなくこうしたやり方をするとこんな不都合があるのでこの方法は取れないということを学んだと思うことが大切ですそして同じような選択肢が現れてきたときには以前とは違った道を歩んでいけばよいのです過去というものは自分を呪縛している呪わしいもの忌まわしいものではなく 自分を良くしていくための材料でありこうしたことさえ避けておけば自分は幸福になれるということの集大成だと思えばよいわけですこうした考え方からすれば過去は素晴らしいものとなりますまた未来についてもどのようなことがあっても自分はなんとか乗り越えていけるという自信が大事です不幸感覚が強く未来が自分を罰するのではないかと思っている人は 結局自分を可愛がりすぎているのです自分が可愛いという気持ちが最も悪い事態のことを考えていればそれ以上に悪いことはないだろうという気持ちとなりそれが自分を不幸へと導くようになるのですそうではなく昨日も何とかなった今日も何とかなる明日も何とかなるだろうという明るい考え方が大事ですたとえ 明日は天と地が裂けて大変なことが起きるというのが事実だとしてもそれを思うことによってどれだけのプラスがあるでしょうか明るい明日を信じて生きていくことが何にもまして大切なのですもう一つ大切なことは「思いの実現」という観点です人間の思いは実現していきます積極的で建設的な思いを持っている人にはそうした現象が身の回りに現れてきます 逆に、に消極的的で否定的な思いいを持っている人には、そうした現象が身のの回りに起こるのです。今流行りの自己実現もこの点においては非常に積極的な評価ができます自分の心の中に積極的建設的なことを常に植え込んでおくことによって明るい未来が開けてくるという事実があるからですこの意味において多くの人たちに正しい自己実現をしていただきたいと 私は思います未来像として素晴らしく光り輝いている自分を発見しそれによって素晴らしい自己実現を成していくのです結局素晴らしい人格者となってより多くの人たちに影響を与え彼らを導いていけることこれが人間にとって最大の自己実現であるはずですその道を勇気を持って進んでいくことが大事です積極的な観念を持たず 暗い否定的な感情の虜りこになったところで決して幸福になることはできません幸福のもとい基礎としての巧妙思想とその方法論の一つとしての自己実現を大事にしていただきたいのです5仕事への没頭悪霊との対決の章の最後に仕事への没頭を挙げておきたいと思います霊的なことで悩んでいる人というのは 結局、心の中に隙があります心に隙があると悪霊が忍び込んできます悩みや苦しみにとらわれ悶々とした日々を送っていると悪霊が入り込んでくるのです心に隙を作らないためには自分が最も大切にするもの最も力を注いでいるものに没頭することが必要です自分にとって最も価値のある仕事への没頭を心がけるべきです また、悪霊の影響を受けているときには、悪霊のことを考えすぎないことも大事です。そして、自分が現在しなければいけないこと、自分が今持っている仕事をまっとうしていくのです。悪霊がいることは、何の言い訳にもなりません。他人の言葉で自分が傷ついたからといって、それが言い訳にならないのと同じです。どのような言葉を発するかは、発する人の自由ですが、それをどう受け取るかは、 受け取る人の自由なのですから他人や環境のせいにしてしまわないことです暗い想念や否定的な感情のせいにせず仕事に没頭していくことが大切です悩んでいる暇があればとにかく一歩でも二歩でも前進するのです人間の心は2つのことを同時には思えないようになっていますしたがって悩みに心が占領されている時は仕事に没頭することです 例えば毎毎日毎日新ししいいアアイデアを出していくのです少しでもよくできないかと日々自らの仕事を改良し向上しようとしているものはやがては偉大ななるる成功者となることこができますしたがって自分の仕事はマンネリ化したり陳腐化したりしていないかもっと良い方法が工夫できないかもっと自分の時間を作り出せないか時間をもっと有意義なことに使えないか。 などと考えてみてみくださいこのように悩みや苦しみの時には仕事に没頭していくことです忙しくすること多忙にしていくことの中に悩みの解決の道があります例えば自分の仕事について一部の人から心ない批判を受けたとしましょうその時いちいちそれに憤慨していても仕方がありません批判があったならばこれをてこにして さらに良い仕事をしていこう。批判されるということは、自分の仕事がまだまだ十分ではないのだ。もっともっと実績を積まなくてはならない。と考えるべきなのです。そうすれば、批判を受ければ受けるほど、ますます仕事が進んでいくことになります。これは、非常にありがたいことです。仕事を人から褒められたときは、気持ちが良いので、仕事はどんどん進んでいきます。逆に 人から批判を受けたり悪口を言われたりしてもこれは自分の努力が足りないからだと思えば頭を低くしてますます努力することになりますこのように何があっても前進していく人には仏は道を開かざるを得ませんまたこの世の人たちもその人に道を開かざるを得ないのです失敗を何度も繰り返しながらカエルが柳の葉に飛びついていく姿を見ると 人間はは感動するではありませんかましてやどのような批判や非難を受けても信念を持ってどんどんと突き進んでいく人を見たときには感動で心を揺さぶられるのではないでしょうかいろいろな悩みや不安感の虜りこになることもあるでしょうがそうしたときにこそ本腰を入れて自分の信念を押し通していくべきだと思います悪霊と対決して打ち勝つための方法論として最後に。 仕事への没頭多忙な毎日を過ごすということを挙げましたこれを忘れないことです悩みの多い人は仕事の時間を少し増やしたり新しい仕事を入れたりしてみてください主婦の場合は単に主婦業をやるだけではなく何か一つ勉強してみること時間をもっとクリエイティブ創造的な方向に使っていくことが大事でしょう結局 より生産的で建設的な方向に心を使うことが悪霊と対決しそれを克服しさらに素晴らしい自分を作っていくための方法なのですやがて悪霊と見えし者は結局自分の魂を磨くための教師役であったということに気づくでしょう明るく建設的で朗らかな人生観を培っていただきたい心からそう思います